それではクラシファイリングテンポラルリレーションズバイディレクショナルエースティームオーバーディペンデンシーパシーズということで文献紹介を始めさせていただきます。これは2017年に発表された文献になります。概要なんですけど、今回は時間的な関係を分類するという研究で、多くの方法で外部知識に依存した手法が今まで使われてました。なので、知識を特徴として加えるだけでは、不十分というか、それだけ後で話すんですけど、知識を構築するのは非常に大変なので、それに依存しない方法が欲しいということで、今回はバイディレクショナル LSTM を使って人手で注釈をつけられた情報を使用するのではなくて、もっと基本的な情報のみで、時間的な関係を分類したいということを行います。で、そもそもなんですけど、時間的情報をどういうところで使うかっていう、例えば質問応答で、誰々が話したからこうなったみたいな、その時間的な情報をテキストから取り出す場合とか、あとは情報抽出でも、ちょっとこれよくわからないんですけど、なんか時間的な情報がいっぱい入ってる、ドキュメントの中から情報を取ってくるときに何か必要になるんだろうなと思います。で、これを利用したコーパスも今は作られています。この今タイムバンクっていうのはもう一つ、もっとコアなものができてるんですけど、それも、比較システムの中では使われているらしいです。で、時間抽出タスクって何をするかっていうと、主に2つの、ことをしていて、1つ目は、そもそも時間的関係を持つ事象とか表現っていうものを認識しなければいけないので、それを識別する問題を行った後に、さらにそれを、この3つの、場合に分類します。で、それぞれイベントとイベントの場合は、例えば、このヒントっていうのは、このコンバセーションのこの会話の中からヒントが得られたっていう、その時間的な情報で、イベントとイベントの間の関係があるっていうのと、あとは、このトゥデイっていうのと、どこでしたっけ、リリースドですかね。リリースされたのはトゥデイみたいな、その関係っていうものを、一つの文ではなくて複数の文から取ってくるっていう、この場合はトゥデイでこう一回間まで切れているものと残りの部分っていうので、異なる文の間で情報をどれとどれが関係しているかっていうのを取ってくることも考えてます。これは一文なんですけど、あとは、イベントというドキュメントで、このはずっていうのとこの文書が関係しているっていうのを認識するっていう、この3つに分類する問題になってます。で、従来手法なんですけど、基本的には単語ベースの対って言って、多分ちょっと見てないんですけど、おそらくこのカンバセーションとヒントっていうその対をたくさん集めてきて、それを特徴量として加えるっていうものと、あとはワードネットだったりとか、このバーボーシャンっていうその動詞の関係性みたいなものを集めた資源があるらしいんですけど、それを使っているっていうものを、なんか特徴として加えるようなものが従来手法だったんですけど、この場合、このワードネットもそうなんですけど、基本的にはすごい、専門的な人が見て、かなり高精度なものを作るっていうのが普通だと思うんですけど、その場合はたくさんのデータを集めるのに非常にコストがかかってしまって、高精度に大量に集めることは非常に難しいっていう問題がありました。あとは、関連研究なんですけど、こちらの方だと、依存関係グラフっていうものを作っていて、2つのエンティティ間っていう、例えば、ワードとドキュメントだったりとか、そういったものの、最短経路を探すっていう、どれとどれが関係しているかっていうのの経路いっぱいあるんですけど、その中で最も、それっぽい経路を探索するっていうものを依存関係グラフっていうものを用いて考えるっていう考え方を作った人と、あとは、一番それっぽいんですけど、構文儀を作って、このグラフが後で話すんですけど、なんか木みたいになっていて、木構造になっていて、そこから構文と意味的情報を抽出して、やっぱりそれを特徴量として加えてなんとかっていう話ですね。で、一番これが今性能がいいもので、依存関係経路上にニューラルネットワークを使って推定するっていう方法があります。で、今回はこれに結構近い手法を利用してます。時間分類のタスクなんですけど、それも、これも基本的にはさっき言った通り、語彙的な特徴を利用するっていう、ワードネットから語彙的な特徴を利用したりとか、バーボーシャンから動詞間の意味を利用したっていうのが、基本的に今までの先行研究になっていて、どちらもやっぱりこのタイム ML2 コーパスっていう、これもかなりきれいにアノテートされたデータらしいんですけど、その単語と単語間の関係性をアノテートしたらしいんですけど、これもやっぱり基本的にどれも非常に専門的な知識がないと作れないようなデータセットだったりとかして、それじゃなくて今回は単語と品詞と、あとこの依存性解析情報っていうのが、さっきのこれですね、依存関係グラフっていうものから作られたこの依存情報っていうものを利用して、推定を行うっていう問題を解きます。なんですけど、この依存関係解析情報っていうのは、そもそもこういう情
情報を使ってないのかっていうのがちょっと疑問なんですけど、これちょっと触れてなかったので今回は触れません。で、提案手法なんですけど、まず最初に、認識しなければ、その単語を認識しなければいけないので、その認識するタスクとしては、そのタイムバンクコーパスっていうのを、例えばまあこういうセンテンスがあったときに、それぞれいろんな情報が振られているんですけど、そこからさっきの依存情報儀っていうものを自動的に作ってくれる、そういう今ツールがあるので、それを利用してまずそのツリーを作ります。で、ここからが大きな変更なんですけど、そのツリーの情報を利用して、あれですね、こっちのこのセールっていうのと、アジャストメントが関係してるんですけど、基本的にツリーっていうのは、そのまあなんか別の単語から入ってきて、その関係のその関係っていうふうにこう枝がこう分かれていくような感じになってるんですけど、この枝の部分を組成として使ってあげて、それぞれセールを入れた場合とアジャストメントをそれぞれ、構文儀の一番根の部分になるんですかね、根の部分の情報をそれぞれ、根の部分の単語と品詞だけを使って、それを LSTM に通して最後に、ベクトルを足し合わせて、それをソフトマックスで、どのクラスに属するかっていうのを推定するっていう、モデルになってます。その場合でも、この場合は、テキスト2タイムとか、これですね、イベントとイベントだったり、イベントとタイムだったりすると、単語と単語を比較できるので、今のシステムでもできるんですけど、イベントというドキュメントの場合だと、そのドキュメントと比較することは、できないので、ただ単純に、そのドキュメントと対応している単語の構文、依存関係のキーの情報のみを使って、最終的にどのクラスに属するかっていうのを推定するっていう2つのモデルに分かれてます。で、ここから実験なんですけど、ベースラインとしては、単語と品詞のみを入力して依存関係の情報なしなので、おそらく、この部分の入力が、決められた単語ではなくても、単純に全部の単語を入力してあげて LSTM にかけてクラスを分類するっていう問題だと思います。で、これがベースラインになっていて、で、この方たちが考えたのが、そのさっきのワードネットだったりとか、あとは低次元ベクトルとワードネットなどの情報を組み合わせて、なんかよりコンパクトに、解くっていうものをやってたらしいんですけど、これがステートオブジェアートな、方になっていて、こいつと、あとはもう一つ、これはルールで認識するっていうもので、これもかなり精度が高いんですけど、この2つの、既存の、精度の高いシステムと比較をしたっていう結果になります。それぞれ、イベントというドキュメントと、イベントというイベントと、イベントというタイムですね、それぞれの比較になってます。で、これを見ていくと、全ての場合において、まあこれ多分平均だと思うんですけど、全ての場合の平均っていうのが、今回の、提案手法が最も高かったっていう結果でした。まあそんなに大きな差はないんですけど、最も高かったという結果でした。で、また、イベントというドキュメントとイベントというタイムっていうのに対しては、ルールの方が確かに優れている部分もあるんですけど、これっていうのはまあ人手でルールを全部構築しているので、そこからさらにじゃあイベントとイベントの場合はまたルールを追加するのかっていうのも非常に難しくなってくるので、そういったものがなしで同等の精度が出ているっていうのが今回注目してほしい部分だと思います。まとめになります。今回は、従属経路ベースっていうか、依存儀ベースのニューラルネットワークを関係分類に利用したものになっています。で、バイディレクショナル LSTM を用いて、準逆方向の情報を学習することで、外部リソースなしで、2つの最先端システムと同程度の性能が出せたという結果でした。以上です。ありがとうございました。